どうも皆さん、こんにちは、シンガーソングライターの池田雅樹と申します。今日はね、ちょっと面白いギターを手に入れたんで、ちょっとそれのご紹介をですねしようかなと。まあレビューみたいな感じなんですけれどもね、まあ、もしねこの機種買おうっていう方はね、ぜひ参考にされたらいいのかなと思うんですけど、こんなギターになります。黒いですね、真っ黒ロックですね。こう中さ、ここがキラキラするのがいいよね。これはですね、ラバーミュージックのラバーミー2というギターでございます。これね、ちょっと友人から譲り受けたんですけど、これね、あれなんですよ、これカーボンなんですよ、全部カーボンね。トップからバックまでカーボンで、まあ、ネックもカーボンみたいなね、こんな感じになってますけれどもね、サイズ的には普通のドレッドノートより一回り小さい、まあ俗に言うミディアムサイズのギターの部類に入ってくるのかな。そうだそうだ、ここに比較でもないですけどね、これクラシックギターなんですけど、クラシックギターと合わせたら、まあなんだろうな、見えないね、まあこんな感じですね。だいたいクラシックギターと同じぐらいのサイズですね。こうちょうど抱えた時に、そうね、クラシックギターの方が若干長いかな。ちょっと待って、そんな感じでございます。非常に抱えた時にすごい弾きやすそうだなと、そんなファーストインプレッションですね。じゃあちょっとね弾いてみますか。比較対象がね、まあ今まで木製のギターしか弾いてこなかったんでね、比較対象がどうしても木のギターになっちゃうんですけど、それに比べたらなんかなんだろうな、木の持つ温かみみたいのは全然感じないから、まあそれカーボンだからね、しか素材が違うので。でもその代わりね、なんだろう、こうパーンこうやって弾いた時のね、音の出方がすごい反応がいいよな。そんな気がしますね。これがねストロークになったらどうなるのかな。弾いた感じ、ストロークで弾いた感じ、やっぱり絶対的な音量っていうのはそんなにない感じがしますね。単純に音量の大きいちっちゃいで言ったら、まあ、小さくもないけど、まあ、ほんと中ぐらいの音量っていうか、でもこれすごいいいのかな。無理してない感じが、このサイズの割に無理してないっていうか、その代わりなんかこうやっぱり弾いた時の反応の速度はめちゃくちゃいいっすね。こうバーンと弾いたらバーンとなんかタイムラグなく出てくる、なんかね感覚的になんかちょっと弾いてから出てくるまでの音遅いなっていうギターってたまにあるんですけど、
感覚的ですよ。あの何ミリ 0.0 何秒遅れてるとかそういう感じじゃない、感覚的になんですけどね。これはなんかすごいパーンと弾いたらパーンと出るっていうか、で結構ねあのすごいなんか芯のある音なんで、結構遠くまであのなんか届きそうなそんな音ですね。でね、あのこれここにさ3つあるでしょ。これね、これプリアンプなんですけど、このラバミー2の特色の一つとして生音にエフェクトをかけれるっていうね、そんな機能がついております。ここをね長押しするとね、はい、ここにね緑色のランプつきましたけど、これでねあのスイッチが入ったんで、でじゃあちょっとねリバーブをたっぷりかけてどんな音が出るのかやってみましょう。わお、すごいね。すげえ響く、びっくり。こんなに生音で出てるんですよこれね、何も繋がってないですから、ね、ほら叩いても今ここから音が出てるんですね、リバーブの音がね。すごいね。でこれにさらにあのリバーブにプラスでエフェクトをかけれるって感じで、2つ選べてですね、あのここで切り替えられるんですけど、これでね、ディレイがかかるんですね。で、切り替えると、コーラスですね。ちょっとこのコーラス使ってアルペジオをちょっと弾いてみますか。すごいな。あのまあリバーブとねコーラスを出すのは生音で混ぜて出すっていうのはあのヤマハのトランスアコースティックギターとかね、もうそう同じ設計コンセプトなんでしょうけどね。なんかここのコーラス好きっすね。あのコーラスなんですけど、なんかえぐいかかり方がしないっていうか、あのコーラスって揺れるじゃないですか。その揺れ方がなんか曲に合ったり合わなかったりって結構選ぶんですけど、これだったらなんかかけっぱなしでも全然いけるなっていう。今ね満開にしてるんで、じゃあリバーブとコーラスをまあ12時ぐらいにしてちょっとやってみますか。今一つね弱点見つけましたわ。これカーボンでしょ。こう引っ抱えた時にめっちゃ滑るんですよね。これね、これだけなんかなんとかしたら結構弾きやすくなるんじゃないかな。だから買う人はねなんかねここにこう座って弾く時はねなんか滑り止めとか用意した方がいいですね。ちょっとした工夫でなんかできそうな感じですね。というわけでね、あのラバミー2をレビューしてるわけなんですけれどもね、あの非常に
多分ね、あのカーボンの利点として、あの天候に左右されないっていうのがあるんで、あの弾き語りの人とか路上でやる人とか結構向いてるのかなっていう気はしますね。あの生音でね、あのリバーブとかもかけれるんで、なんだろう、まあ路上に出て弾き語りするんでもいいんですけど、あのお家とかでもなんかベランダとかでさ弾いたりとかさ、そういう時になんかこういい感じの音を作りながら弾けるんじゃないかなっていう気はしてますね。あとね、特筆すべきはね、あのなんだろう、こうテンション感がすごくいいですね。僕はあのダドガドっていうチューニングでやってるんですけれども、あのまあちょっとちっちゃいサイズのギターだとちょっとテンション感が足りなくて、こうね、弦どうしてもチューニングを下げちゃうんでね、こう弦がベロベロベローンってなっちゃう時ってあるんですけれど、これそんなことないですね。なんか非常に張りのいい音、そしてまた、ね、カーボンの特性なんでしょうね、さっきからも言ってますけど、こう非常に反応のいい音が出るんで、これはいいもんですね、本当。うん、そしてね、これしかもあの電池って、まあ、要はこのプリアン、ここにプリアンプあるんですけど、ここに USB ケーブルを挿してですね、マイクロ USB ケーブルを、ね、挿してね、充電するタイプになるんですけれどもね、びっくりですよね、スマートフォンと一緒にギター充電する時代ですよ。どうなっちゃうのっていうね。で今ですね、あのこれを撮影している現在はですね、これの後継のラバミ3っていうのがね出てるんですけれども、まあなんかそっちはねタッチパネルでどうなんか音作るとかって、なんていやいやいや、もうついてけませんわっていう感じですね。でとってもでも本当に面白いギターです。こう生音にリバーブをかける感覚っていうのは結構癖になるなと思いますね。こう叩いてもさ音出るからさ、こう面白いですよね。ディレイなんかかけたぐらいにしてね。まあカーボンなんで、まあ気温の変化とか湿度の変化の影響も受けにくいので、全然ガンガン外に持ち出してですね、あのいろいろ遊べる、そんなギターになってるんじゃないですかね。結構アクティブに使っていけそうな、そんなギターですね。というわけでね、あのラバーミー2というギターをですねレビューしてまいりました。ありがとう、ご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで私がなんかビビッときたものとか、ビビッときたギターとかね、そう、まあ、自分の持ってる機材とかのレビューっていうか紹介をねしていけたらねいいのかなと思って、まあ不定期なんですけれどね、アップしていこうかなと思います。というわけで今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もしですね、あの気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いいたします。というわけで今日はおしまいです。さよなら。